サダまで10秒。これが後ろにサダをお願いしています。今はゴールが鳴らされました。決勝戦がスタートしました。さあ、まず予選の順位に1位を持っているというのが予選の順位に狙っていきましょうか。
最後。さあスプリント残り 200m、 ダブルメダルを過ぎた。さあ激しい攻防だ。ここでスプリント勝負。どうだ岡本だ、岡本だ、久保君